さんこんにちは、さくらです。私は0歳児と2歳児の子を持つ母親です。先日モデルナのワクチンの1回目を接種してきました。今日はその体験についてお話ししようと思います。今はワクチンを打って5日経ちました。私の場合、ワクチン接種は当日の午後2時に受けました。副反応が出始めたのは午後6時頃でした。午後6時頃に筋肉痛のような痛みが出ました。肘から上の部分、この辺に筋肉痛の痛みが出ました。接種した当日は軽い筋肉痛のような痛みでした。2日目は1日目よりは辛い筋肉痛に襲われました。場所は同じ肘から上のあたりです。辛かったこととしては、お風呂に入るときに服を脱ぐのが大変でした。また赤ちゃんがいるのですが、抱っこ紐のバックルを首の後ろで留めるのが大変でした。でも赤ちゃんを抱っこすること自体は特に大変じゃありませんでした。脇を上げる動作をするときに痛みを感じました。私の場合、注射をして今まで筋肉痛のような痛みに襲われたことはなかったので、筋肉痛の痛みが出るという噂を聞いてにわかには信じがたかったのですが、本当に筋肉痛のような痛みが出ました。インフルエンザのワクチンを毎年1回必ず受けていたのですが、その時は私はいつも打った患部が赤く腫れて痒くなっていたんですけども、今回は全くそのようなことはありませんでした。腫れることもありませんでした。見た目はそのままなのですが、筋肉痛のような痛みだけしました。筋肉痛は3日目の夜にはもう治っていました。今5日経ちましたが、特にその他の症状は出ていません。よく言われている倦怠感や発熱の症状は1回目の接種の後は見られていません。2回目の方が副反応が強く出るということを聞いているので、また2回目を接種した後にご報告しようと思います。医師からは、当日は激しい運動をしない、お酒を飲まない、お風呂で腕を強くこすらない、そういったことに注意するようにと言われました。今のところ強い副反応が出ていなくて安心しています。これからモデルナのワクチンを受ける方の少しでも参考になればと思います。